こんばんは。告白は踊る。今夜も、お送りしたいと思います。ブラッシュアップのマガリオです。はい、今日はですね、最近よくその目標をね、達成するためにはどうしたらいいのかみたいなね、具体的には起業したいんですけど、自分でね、ビジネス会社を作りたいんですけど、みたいな相談非常に多いんですけど、まあ、本屋に行ったりね、今インターネットで検索すると目標を達成するためのまあ技術スキル、まあ、そしてねマインドセットみたいなことっていうのはまあたくさんあるんですね。なので聞かなくてもですね、本屋に行くなりネットで調べれば、まあ、実は分かるんですね。で、僕もねセミナーをやっていて、当然お金払ってもらってね、そういったことを伝えているんですけど、僕がその何よりも大事だなと思うのは、今日その後ろに、神田先生のですね、全能思考っていう本を、置いてるんですが、例えばこの本の中で取り上げられている、クイックチャートっていうのかな、例えば僕はもうこれ何百回も手書きしましたね。この本を読んで実際神田先生からねセミナーを受けて、ああこれいいな、使えるなと、面白いなと思ったんですが、もう帰りの新幹線の中からですね、持ってるノートにですね、なんかなんていうか、クイックチャートってこんなようなこんなような感じのやつを書いてね、平方なるほどみたいなポイントを作って、まあ、ゴールを設定して 120% ハッピーっていうゴールを設定して、まあ、スタートね、現状を分析して、平方なるほど3ステップでね、ゴールに到達するための、まあ、ストーリーを構築していくなんていうものなんですが、そのこういうやつですねがね、なかなかうまく書けなくて、もうそれこそ本当にどれだけ書いたかわからないですね。で、この前久しぶりに書いたらね、やっぱりうまく書けなかったので、今ね、僕のセミナーに来ると、このね、全能思考のね、クイックチャートのモデルと、プラス、僕がいろんな方から学んだことをですね、合体させた、まさにそのアイデアのルールをですね、守った目標達成の仕方っていうのを伝えていて、そのためのもう、ワークシートみたいなのも差し上げてるんですが、ぜひね、皆さんにね、本読んで学んだりセミナーに参加して、まあ、これいいなとか、もしくはまあ、ね、いいなと思わなくても、自分でやってみるんですね。あ、こんなやり方をすればいいんだと終わるのではなくて、たまたまね、結構割とネットで著名人の方で村上さんという方がいますけど、メルマガを読んでいたら、その学びっていうのはね、行動が変わることなんだみたいなことが書かれていて、本当まさにそう思うんですね。最近考えるってことに対して、まあ、チキリンさん前回紹介した本を読んでて、まあ、改めて認識したのはね、考えるっていうのは答え、仮説を出すことなんですね。あらゆるその条件下の中で、例えば、今月、まあ、10キロダイエットしようとかね、思った時にね、いろいろ考えるわけです。頭の中でジムに行こうかなとか、食事制限しようかなとか、なんか痩せるサプリメント飲もうかなとか、まあ、僕は楽することしか考えてないんでダメなんですが、ただ最終的にね、じゃあその一つ何かやると、それを決める、そしてじゃあ例えばジムに行くのであれば、スケジュール、1ヶ月のスケジュール組むんですね。1日の中でそのジムに行ける時間というのを割り出して、それが例えば1時間しかないんだったら1時間で何をするのか、で1週間、例えばね、金曜日はね飲み会があるから行けない、もう外すんですね。まあ、そういうなことのねスケジュールを組んでみたら、もうあとはもう迷わずやるだけなんですね。あとは毎日毎日できたかできなかったか、丸かバツつけていくだけという。僕がご褒美大好きなんで、まあ、初日からですね、もうできたらもうご褒美で、もう2日目もご褒美、3日目もご褒美で、だんだんご褒美飽きしてくるんですが、はい、まあ、そんな、まあ、冗談はさておき、前回ですね、今日はお友達の方に、うちのブラッシュアップ39個、こっちですね、ごめんなさい、あれこっちか、あれこっちかごめんなさい、おすすめっていうことでね、メッセージを送らさせてもらったんですが、ご迷惑だったら本当ごめんなさい、お友達をね削除
したいという方はですね、もう削除してください。はい。月末までにね、300いいねをやりっていう、もうこの11月冒頭に話したんですが、まだ半分ぐらいしか行ってなくてですね、200行くのかみたいな話になってるんですが、まあ、必ず行きます。はい。ただ、やはりね、皆さんにもぜひね、レバレットとしてご協力いただけたらなと思ってますので、ぜひ皆さんですね、お友達お一人にですね、とりあえずいいねしたってくれと。はい。うちの Facebook ページ、ブラッシュアップ39ですね、39ですね、よろしくお願いします。で、もう一点ですね、ビジネス調査の方にですね、サイン本くださいと。今後今うちでいくつか企画を考えていて、結構まあ僕もこうやってね、毎日動画で配信してるんですが、これはね、たまたまちょっと神田先生から僕の名前が入っちゃってるので、直筆メッセージ、皆さんに差し上げることはできないんですけど、ちなみにね、なんかこちら側ですね、神田先生が僕を見てですね、まあ、書いてくれたが、英語なんですが、何書いてあるのかよくわかりません。まあ、こんなような形でですね、まあ、僕の動画を見てくれたり、セミナーに参加してくれた方にですね、本をね、プレゼントさせていただけたらいいなと。その時に、せっかくね、著書の方から、本をプレゼントなので、何かね、一言、好きな言葉だったりね、これを読んでいただける方へのメッセージみたいなのをね、書いてもらって、ぜひ、うち宛てに送ってほしいなと思うんですね。こんな形でしか、PR 告知できないんですが、意外と僕ね、顔広いし、いろんなとこ行っててね、いいなと思ったのも積極的に進めますので、はい、この前伊藤さんが賢者の言葉のですね、まあ、プロデューサーの一人でもある伊藤さんから、山川ちゃん、宣伝してもらった後にね、なんか名古屋で30冊、関西で30冊売れてるみたいなんだよ、なんて嬉しい、言葉をもらったんですが、まあ、別に僕一人の影響でもなんともないと思うんですけど、はい、なんかそんな風にお役に立てることもあると思いますので、ぜひ、基本はやっぱビジネス関係だったり、まあ、僕が好きな心理学系で、まあ、コミュニケーション系とかですね、あと恋愛系でも何でも結構なんですが、うちの会社宛てにですね、ぜひ本をですね、ください。読者プレゼントで使わさせていただきたいと思います。はい。でまたちょっと長くなってきちゃったので、今夜はですねこの辺で失礼させていただきます。あったかくなったりね、寒くなったりってね、ちょっとまあ気まぐれな天気が続いてますが、皆さんくれぐれもね、体調管理、うちでもですね、手洗いとうがいっていうのは小学生並みにやっぱりパートナーにもスタッフにももうこれ強制的にやるんですね。もう入ってきた瞬間に僕に手洗いとうがいはってやっぱ言われるんですが、そんなことからね、ぜひこれもまあ習慣化してですね、今年もね、冬をまあ元気に明るくみんなでね乗り越えられたらいいなと思っています。また何か感想や質問やコメントがありましたらぜひ、ください。今夜もありがとうございました。